きのこんにちは。きのこ大好き芸人くらどめたけです。よろしくお願いします。たけ、今日はポップなきのこ店に遊びに来ました。早速いろいろ見に行きたいと思います。行ってきます。たけ、今回のフォトスポットでございます。はい、綺麗の中に入って撮影できるという。ちなみに下のお土産グッズのところでこのキーホルダーですかね、ステッカーですかね、売ってます。あ、これそうなんだ。はい、へえ。こちら、今で金額研究所さんが5月ぐらいですかね、毎年、はい、栽培の販売をされてるヤコウタケ、栽培キットで多分栽培したヤコウタケが、うん、今回のイベント中に2回光ったんですよ。へえ。今日は光ってないみたいです。あ、残念です。それはもう夜行酒のタイミングなんで仕方ないので、ね、見れたことはめちゃくちゃラッキーです。ほら、かげる。コロナ中ですのでマスクしたままです。あ、初竹のお吸い物の匂いって言ったらあんまり良くないですね。でもあの松竹山に行った時に風向きが自分側に来たときにする匂い。なんで松茸の匂いです。あ、松茸狩り行ったことあるんですか？松茸狩りは、はい。2回ほどロケに行かせていただいて、自分から行ったことはないんですけど、はい、その時に風吹いてむっちゃ松茸の匂いしてきたことがありまして、こんなに匂いするんやと思いました。すごいっすね。めちゃくちゃ開いた松茸がやってきました。へー、めちゃくちゃいい匂いというか、日本人が馴染みあるあの匂いがします。あ、やっぱりリヒモですね。これ本物ですけども溶けれますね。多分明日は溶けてますけどね。明日楽しみです。明日も、はい、来るので、はい、この子が明日溶けてるところを、そうですね、もうあの冷蔵庫で冷やしてちょっと溶けるのを遅らせてくれてきました。明日思う存分この子に溶けてもらって、たまに公園とかで見かけますけど、こんな綺麗な状態というか、むちゃくちゃ溶菌とか溶けてるとかのなんか0か100かみたいなのって言うので、単純に感動です。なかなか自分で見てね、楽しめるのがないので、私も感動した。キノコ観察に持ってこいすぎませんか？スポーツ館もなんか机に置いてても本当にもうなんかすごく感動した。これは板文字ホコリって言うんですけど、ちょっと解説するところ、今オートミールを食べて上がってきてるところなんですね。あ、はい、で1時間に1センチずつぐらい動いてるんですよ。でこれ餌がなくなったりするとこっち側に変身しちゃうね、半日ぐらいで。こうなるとやっぱりキノコと同じように胞子を作って胞子を飛ばすんです。で胞子の中からキノコは菌糸が出ますけど、こっち側はアメーバが出てくる、はい、アメーバ状から子実体になって胞子を飛ばす。その通りですね。こういう赤いわ、これが今まだアメーバ状、アメーバ状の赤文字ホコリっていうんですけど、これも子実体になるとこういうと、これちょっと種類違うとこういう真っ赤なやつになって、やっぱ胞子を飛ばして、普段キノコを見に山に行って見つけれるのってやっぱり豆ホコリとか、そうですね、大きいですからね、はい、たまに見て、うん、あ、なんかあるけどわからないで終わってしまうんですよね。そうですね、はい、
ちょっとこう目線を変えるだけで同じ環境にいますから、はい、ぜひあのキノコ探しに行かれた時にはついでにこうキノコ探して、そうですね、なんかいろいろ見てみたいなとはちょっと思ってるんですけど、なかなか面白いですよ、まあ、ちょっとねキノコ食べちゃうから、これちょっとその辺に置いとくとそこ本日は秋焼きの中それもそれでなんかそのタイムプラスみたいなので撮りたいですね。あ、撮ってます。あ、そうなんだ。すぐそこに、ただいま秋焼きの中では国内の書籍を書いたりしています。そこに提供して動画を公開しているのでは生キノコの展示もございます。また本日は生キノコの販売もさせていただきます。やらせかのような食べる春の国内の学生を行っています。今までがパッとですよね、この年金のないです。だから多分もう年金でこんなことやってるセックも日本僕だけしかいないと思う。すごいです。あの SNS ツイッターか何かで見させていただいて、はいはい、年金って知らなくてもむっちゃおしゃれじゃないですか。可愛いですね。出てますね。ちゃんと名前が一つずつついてて、すごい。これもちゃんと名前と色がリンクしてる。自分誇りとか白いちゃんと名前と色とリンクしてるので、これをつけていただいて、それ何って言われると年金やでって言ってもらって、その後丸なし網ほこりやでって言っていただくように作ってますですね。すごいな。はいはい、きらぼし片ほこり、きらぼし片ほこり、オレンジ色ですね。全然年金に関係ないんですけど、やっぱり耳に揺れるものをつけたらモテるって聞いたんですよ。なので女性の方全員耳に年金のピアスと男性つけてどうなるか知らないですけど、女性はなんか揺れるものをつけたら男性が反応するよっていうのを何かで見たので、ぜひ、はい、私個人的にこれがすごい好きです。あ、本当ですか。次ピアスされてます？ピアスしてないんですよ。イヤリングは？あ、イヤリング、あ、イヤリングバージョンも、うん、固くなに似合ってますか？年金の手術でネックレス、ネックレス、これネックレスなんですね。ネックレスにしてますけど、あの標本でもこういう形で標本にするんですね。だから標本箱をイメージもしてます、はい、あ、確かに年金これに入ってる。そうなんですこれに、だから昔一回だけ年金のお勉強しに行った時になんかこういう箱もらいました、ね、そうそう、こういう標本箱に入ってるんでこう例えば学名書いて、まあ、日時に今日の名前、今日の日にち書いてもらって、家でネックレス取ってるんじゃなくてこう鑑賞用に置いとかれるというのも狙ってやってます、はい、これはこれでそうですね、全部飾りたいですね。そうなんですよ、こうやって飾っていくと可愛いですよね、はい、で横にね見つけれたらその同じ年金を置きたくないですか、ね、なるほど、そこまでできたらもう自信ですね狙い通りその頃には山はベタって張り付いてるんでしょそうそうそう、みんなもう探してますからね、こっちにキノコあるけどっていう状態で帽子にも刺繍が入ってたり、そうなんです、それは4メートルのワイヤーで作ってるんですよね。未完細胞生物なんで、その4メートルのワイヤー1本でネジ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 して、そこをもうしっかり表現されてるんですか。これはもう幹細胞1本で作らないと意味ないんです。あの、何でしょう、こだわりいかついです確かに今まで、まあ、いろんな人が多分いろんなこだわりと信念を持って作ってはるんですけど、単細胞やからワイヤー1本で作るっていう、1本じゃないと意味がない、1本じゃないとあの先ほど見ていただいた変形体の雰囲気が表現できないですね。すごいですね。うまみが結構ありますけど、でもマニアックに作っててなんでこんなおしゃれになるんかっていうのをその年金とか知らないマダムの方とかが、あれこの刺繍綺麗だわってなりそうな
あのほとんど買っていただいてる方はみんなそんな感じです。そうなんですか。これもそうです。そうなんですよ。なんかすごいデザインなんか、まあ、普段多分私たちってキノコの雑貨を着てるので、可愛いじゃなくて大人っぽい音。例えばなんかあの結婚式とかにもつけれそうじゃないですか。確かに、はい、いいと思います。それが2って言われた時に、年金でこれはなんとかやるっていう会話をしてもらうことによって、こう広めていきたいっていうことで、愛情がなんかキノコ芸人って名乗ってるのが恥ずかしいぐらいの強い意志でされてはるので、いつも見てるんですけど、はい、挨拶とかで、おはよう、おはじですね、なんとかマスタケとかよかった。私、はい、あのマスタケが通じないので、マスタケにしてるんですけど、はい、それを年金でも私に作りたくて、いろいろ考えて、ありがとうございます、すほこりとかあります。書いて真似してやろうかなってちょっと思ったりしてるんですよ。ありがとうございます。そこに。で、あれもいいですよね。このおすすほこり全部使いますね。おはようございます。すほこり。そうなんでもありがとうございます。すほこり。ぜひあの伝わしてもらうんですよ。なんか私からの派生みたいなのになってしまってごめんなさい。いやでもそうなんですよ。いつか。これ挨拶で作ってはるのにいいなと思ってて、でも唐突にやりだすとこいつ真似してるなと思われるからちょうどよかったです。ちょっとこれであの使わせてもらいますっていうことを確認できたんで、はい、引用リツイートします。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。こだわりがすごいというか、はい、はい、なんかそのこだわってるから職人気質じゃなくて、むちゃくちゃ話しやすい人で、確かに、いいですね。ちょっと、はい、春編笠竹探し行くついでに、ついでにって言ったらダメですね。年金も探したいですね。確かに、トップのキノコでメインのキノコ島です。ありがとうございます。見てほしいんですけどって書いてるのと同時にここに腰掛けてねえが猿の腰掛けなんですよ。ちょっと思わずニヤッとしてしまう、はい、確かに毎年ベニテングタケとか、はい、このオニフスベさんとかもいたのかなっていう感じなんですけど、今年は年金ちゃんが本当だ増えてます。年金がいる。あとは周り見てもらったら生のキノコたちも、うん、素敵のなんかキノコが生えるのとかを実際になんか見てほしいですよね。はい、なんかこうやってスーパーに行くよっていうのイベントなのやっていません。ここしれっと瓦竹があるんですよ。しれっと瓦竹が本当だ。どっかから持ってきたであろう瓦竹公園に入ってたよ。この時期切り株とかあの桜の木の根元とか見てもらったら大体会えるんで、はい、河原竹さんにはこの時期の本当に癒しです。河原竹、柳松竹、エリンギ、鍋子もなんか自分で栽培したら思うんですけどでかくなりますよね。はい、ね、こっちはあれですね、いろんななんか展示物、あ、骨董品たち、もちろんですけど提供された方の名前を方アップにしてみてください。ラジカル兄さんです。あの有名な方ですね。はい、すごい集めてらっしゃるので、
これあれですよ、地下製品書くやつ、トリフとかじゃないですか。へ、違うかったらすいません。お団子状のキノコ専門とされてる。へえ。案外皆さんキノコに興味ない方って、キノコ図鑑って一冊ぐらいやと思われてるみたいで、そんなわけないやんって思ったんですけど、はい、知らんかったらそうなるかっていうのをなんか納得しました。まあ、こんだけね、絵本でもあるし、はい、そっちにその書店さんにキノコの本もあるんで、はい、ちょっと見に行きましょう。はい。なんかいろんななんかでグッズ作ってる方がいらっしゃるので。魅力ですよね。確かに。すごいですよね。反射しちゃって。あ、これおかしいから。ちょっとリアルに。はい。全能でここまで作れるのが、撮影スポットです。撮影スポットです、ここが。来ますか。うん。から貼って切るっていうめちゃくちゃなことしてますけど、まあ、撮影スポットです。はい、腰掛け置いてないんですけど大丈夫ですか。あ、どうだろう。今年は明日で終わってしまいますけど、来年ぜひ皆さん撮影してください。はい。めっちゃリアルですよね。これあれですよね、キノコ人のイリサさんのやつですよね。あ、そうなんですか。多分そうです。これがキノコの匂い嗅ぐコーナーですね。これが両方スッポンタケなんですかね。あ、確かになんかスッポンタケをフルーティーな匂い。覚えてる。スイヤめっちゃ緊張してきてんで、クラドメちゃんに会うと思って。嬉しいな。なんかこんにちは。びっくりした。久しぶり。久しぶりなかなかレアなレアなキノコになってる時に。いや、かわいいなってまたなあ。これ息子息子。こんにちは。映って大丈夫ですか。映って映ってどんどん。じゃあ紹介をまた後で。はい。また後ほど。はい。はい。なんか、はい、リアクションしづらいです。はい、あの芸人的には、はい、あみたいな。必要だと思うんですけど、そんな腐らないんです。へえ。なんか個人的にあの山ですっぽんたけ、なんかお会いしたことあるじゃないですか。うんうん、そんな臭くなくないですか。はい、ああ、確かに何かフルーティーとか言う人もいますよね。それが多分このこっちの方、なるほどなるほど。んですかね。あんまりその正直うんこ感はないです。なるほど。それだったら衣笠竹の方が臭い。キノコ畑はやばいっすね。はい、生ゴミとうんこの匂いですかね、あれは。こんだっけ。あ、これあれですよ、酒井キノコさんが大好きなキノコです。一番好きって言ってましたよね、そうそうそう、酒井キノコ。私去年松茸を食べて、はい、急に松茸が1位になりました。あ、やっぱ、はい、すごいんですね。美味しかったです。あ、ホタケの匂い。でもそのコウタケの匂いで覚えてるんで、はい、犬とカツオ節確かに混ざった匂いこれやなっていうのは発見ですね。うん、なるほど。スッポンタケもうんことリンゴ酢が混ざった匂いなんやなっていうの。あんまりこの組み合わせ聞かないですよね。はい、誰が考えたんだろう。
すごいですよね。匂いは椎茸もだってカレーの匂いって言われてるじゃないですか。言いますね。カレーはめっちゃ美味しいですよ。ハッピーターン。ハッピーターンが出てきた。ハッピーターン。ああ。匂いは椎茸ある時の匂いです。じゃこれから、はい、ちょっと、椎茸とかが恋しくなったら、はい、匂いは椎茸限定ですけど、はい、ハッピーターン買います。なるほど。はい、こっちもね、鰹節買ったらこうだけ。鰹節犬にまぶしたら。いいかもしれない。なるほど。いや、いいですね。ありがたいですね。こういうふうに書いていただける。確かに面白いですね。あれですかね。キノコ部さん。どこやったっけ、高校生さんの。これは違うかもしれないです。すごいですね。そうです。三上高校の。あ、本当だ。あ、じゃあ、彼らの感性で。いや、いかつ。もうすごいですね。高校生の頃からキノコの勉強したかったですね。みんなと楽しく。うん、楽しそうですよね。はい。これ何の匂いって犬とカツオ節やんって絶対笑うじゃないですか。確かに。そういうの。これ明日のキノコレファッションショーのチャンピオン賞みたいな。すごい。トロフィーですね。かっこいい。去年1個、この間1個でしたよね。そうですね、なんかむちゃくちゃ増えてますね。まあ、出せばよかったな。できれば全部欲しいです。なんとかして。なんとかして欲しいです。はい。まあ、無理ですけど。いやいやいや。こっちこそ探す場所もあるな。へー。ここだけで3時間ぐらい入れますね。この島周りだけで。ここにあれよって教えてくれてるからわかるじゃないですか、はい、山の中って無数に困難がある中のどれかから、はい、途中こそ専門の方ってあそこやみたいなで走っていくじゃないですか、はい、キノコ目どころの話じゃないなと思っていつも見てるんですけど。確かにすごいですね。変形菌もですけど、ね、キノコはまだ見えるじゃないですか、はい、なんで見えてんやろうっていうのは。やっぱりまあ、おのおのが見たいもののその視点なんでしょうけど、歯の裏側を見てみよう。ありたけつまらない。台湾ありたけです。ありから子実体出てますね。これで人体ます。お、すごいよく見えます。すごいですね。あ、ありがとう。